ほどのダメージがどれだけ残っていますか。金原ひろみす、先ほどはデイブ・メネーにいいカウンターのパンチを浴びせることに成功いたしました。まあ勝ったということで気持ちはいい張りができていますでしょうからね。はい、ただやはり延長戦戦ってますからね、あまりスタートのスタミナ的なものですね。そうですね、はい、相手が若いノーゲイラですからね。そうですね、その辺に一抹の不安。さあ金原ひろみす、祈りを捧げてこの両国の舞台に叩き上がりました。ジャパン勢最後の砦ということになりました、はい、金原ひろみすであります。赤コーナーよりアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ選手の入場です。準々決勝ではご覧いただきましたようにボルクハンを判定の末下しています。アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、スタミナがもう回復しているようなそんな表情に見えるんですが、トヨコさんどう見ました。もう十分な感じですね。やはりトーナメントはですね、充実の大会で十分経験済みですから、はいはい、その辺のスタミナ配分とかもですね、完璧だと思いますね。糸井さん、嫌な相手ですね、金原選手にとってね。ノゲイはパンチ何も受けてないですからね。そうですね。さあアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、こちらも今日再びこの両国のマットに上がります。ももの筋肉は8切ればかり。セミファイナル準決勝の第1試合、ちなみにノゲイラ選手はですね、試写会見で生涯最高のコンディションだって言ってましたね。そんなこと言ったんですか、はい、それは知りませんでした。生涯ですか。生涯最高だった。調子はピークであります。アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、第6試合トーナメントグランドファイナル準決勝、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー178センチ 92.5キログラム、リングスジャパン金原ひろみす。金原は腰をしっかりと固めてきました。テーピングかサポーターか。121センチ 102.6キログラム、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。気持ち的にも涼しげです。アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、さあこれがセミファイナル準決勝第1試合です。気になるのはこのテーピングですね、これね。そうですね、もしかしたら脇腹の骨、はい、打ってるかもしれませんね。メネのパンチでやられるんでしょうね。なるほどなるほど、はい、さあアシックスが終了いたしました。試合開始です。同じルールです。時間数も一緒です。入ってくる、やっぱり膨らんできましたね。バックを取りました。簡単に取りました。いや、まだ取られてはいません。金原防ぎにかかります。潰されます。首をつかみに行きます。バックです。いい体勢になった。さあ金原、逆襲です。相手をまず倒した。おお、これはいい体勢だ。いやいやいや、暴れます。ノゲイラがまるで荒波のようにして、その波のごとく相手を沈没させようとしていますが、ひっくり返った。ああ、うまいですね。森山さん、なかなか捉えることができません。おお、ただ動かないね。両者ともこれすごいですね、はい、今度はちょっと乗りすぎ気味なんで、はいはい、ちょっと落ち着いてやってほしいですよね。このところで乗りすぎ、乗っかりすぎですね。重心の位置が、なるほどなるほど、で、あのようにこう小舟のようにくる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 、そうですね、揺れ動いちゃうわけですね。一回上になった時に流れを止めてほしいですよね。なるほど、はい、まあ、それがその選手の持ってる気持ちの表れなのかもしれません、ね、これがセミファイナルね。どうしても気負いっていうのは分かりますよね。そうですね、出ますね。でも森山さん、このテーピング気になりますよね。そうですね、さっきまでやっぱちょっと暴れやってるのかなっていう感じですけど、でも動きには全然影響しないですね。フロントネックロック、ネックロック、ネックロック、抜けるか抜けるか抜けるか。まだ大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。抜けました。お客さん一安心、アンドが大歓声と変わりました。あ、カットしてますよ、カットしますよ。金原の左の目のあたりです。
金原でしょう、これは。そうしたら先ほどのメネ戦で勝てたところですね。あ、同じところですかね、はい、また開いたのかもしれません。嫌な前兆か。足をこじ入れてきました。あのこの亀の体勢からですね、金原選手は会社と得意なんで、はい、結構自信あると思うんですけどね。ちょっと左の視界がだんだん悪くなってきます、金原博光。さあ、うん、ちょっと体勢が横にずれました。背中に乗られています。191センチ、 102.6 キロのノゲーラ上に乗った。いや、金原の股の中に完全にスポイト入っています、この大柄のノゲイラ。金原またいだスタンディングを要求するのか。いっと、すがりつこうとするノゲイラを振り払いました。金原一回ここで休みます。間を取りました。チェックしますね。チェックですね。さほどでも出てましてんね、今回はね。そうですね、高坂選手ほどはカットしてないようです。まあ、その高坂選手がですね、はい、試合前に言ってたんですけども、その多分ノゲイラは金原選手と戦ったらびっくりするだろうと。それはどういうことかというとですね、はい、金原選手ほどこうグラウンドで動く、はいはい、とにかく動き回る選手がいないんで、多分それじゃないと戦ったことないからびっくりするんじゃないかと言ったんですよね。今最初のそのグラウンドの展開見ても分かりますね、はい、そうですね、あれだけこうグラウンドでもうとにかく動いていくという選手は、はい、多分世界でも類を見ないですからね、でもここまで、ちょっと肩が上下していますけども、糸井さん、はい、必ず選手も大したもんですよ ね。あの試合やった後とは思えない。で、お腹はぐるぐる巻きでしょ。顔もかなり腫れてますよね、セコンドに高坂がついてますね。あ、そうですね、セコンドに高坂が入っていますが、いいパンチだ、いいパンチだ、いいパンチだ。ラスト2分です。あと2分。完全なヒットはしなかったようですけども、いいパンチ、それをかいくぐって中に入ってまいりました。ロドリゴ・ノゲイラ、うん、と横四方になります。横に上がってきました。体ずらして森山さん、これからどういう攻めができますか、ノゲイラは。ここからの腕絡み十字、何でもいけますね。いいポジションだ。そうですね、いうことになりますね。ちょっと荒くなってきてるような気がするんで。あ、そうですか。金原選手もある程度ここからきっちりこう、はい、反撃いけると思うんですけどね。荒くなってるっていうのはやっぱり疲れからなんでしょうか。そうですね。 あとなんかちょっと焦ってるような気もしますね。あ、そうですか。決め急いでるっていうか、疲れてきたんじゃないですかね。なるほどね。高坂選手が先ほど残念ながら敗れましたが、金原選手のセコンドに入っています。金原選手はここで休んじゃいけませんね。そうですね、金原選手は雑誌でのインタビューに、信頼できるセコンドほど登録というものはないとね言ってます。TK がついてればこれほど心強いことがないでしょう、ことはないでしょう。さあ、スタンディングの状態で絡みついてきます。お、足を取りに行った。これは取れないか、取れないか。ディフェンスしてますね。正座の状態で防げられてしまいました。逆に絡みついてきます。これ先ほどからの印象なんですけども、本当ぴったり肌をつけて。そうですね、もう密着してですね、ぴったりきますよね、はい、首狙います。最終的には首に来るつもりなのか。あ、いや、腕ですね、腕いきます。腕を抜き始めましたね。両腕入ってますね、回ってますね、脇の下入ってますね。金原はこれをクラッチしてますけど、さあ、クラッチを切りに来た、クラッチを切りに来た。これ嫌な体勢ですね。危ない危ない、これを解いたら一発で決まりそうだ。危ない危ない危ない、ラスト5秒、超えます。おー、危なかったですね。お客さんもよく分かってらっしゃいます。おー、ギリギリセーフ。あれ切れた瞬間に決まるでしょうから ね、 決まりますね。あれはノゲイラの得意な体勢ですね、あれが言われてる殿下の方と嬉しい逆十字ですからね。金村選手決めた時もあれでしたね。そうでしたね、はい、いや、糸井さんヒヤッとしましたね、これね。何秒余計に耐えるかみたいなね、我慢比べになってますね。金原選手はこのリングスで戦い始めた頃よく言われたんですが、そこが見えないと、はい、ね、この人のスタミナもそこが見えないというか、よく頑張りますよね。ここをよく頑張りました。
まあ、今のグラウンドの動きでもですね、はい、あのノゲイラはあの多少攻め疲れしてると思うんですよ、なので金田選手はのボディ狙ってくるですとかスタンドで勝負したいですね。あ、なるほどね、はい、ラウンド2。この2人はちなみに、10キロほどの差があります。10キロですからグラウンドで上に並ぶ展開がありますと金原はだいぶ疲れてくるということになります。もちろん重たいのはノゲイラの方ですが、おーおーローリングして あまるで今結婚式の時に花嫁を抱え上げます。スリーパイレットスリーパイレットサムライ大将です。サムライ大将、本当にこの体であれだけ動かれたらたまんないですね。ですね。ノゲイラさんの印象はいかがでしょう、ノゲイラ。そうですね、やっぱりあの根原さんのこの疲れてきてからのしつこさっていうのがやっぱりありますね。これでこうみんなやられてるみたいですけど。そうですね、ちょっと気が抜けちゃうところで一気に決められちゃいますね、みんな、はい、ここが一番大事なところなんですけど、いや糸井さんいなくなっちゃいましたね、日本人勢。そうですね、あの飛行機なんかでも離陸と着陸は一番危ないっていうけど、はい、もうまさしくそういう感じでしたね。2ラウンド目離陸した途端、いや本当に本当に、そうですね、2ラウンド27秒、まさに2ラウンド目離陸した途端ですね。裸締めです。アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ決勝進出を決めました。さあ相手は誰でしょうか、クートワーかオーフレイムか。すごい。